はい、どうもこんにちは、チャイです。暴走するでマリカートウィー22コース目、今回は国内戦をやっていきたいと思います。メンバーはこんな感じです。最近ね、自分ね、運転がめちゃくちゃ荒ぶっててね、もう下手ですね。一言で言うと下手です。はい。なので、まあリハビリも兼ねてね、今回はやっていきたいと思います。はい、じゃあ次のコースもまたここですね。まあ多分どっちかさ、カットですね。2回目なんで、どっち、カットします。どっちかは。どっちかカットします。後方からか。ここは運ゲーだからね、まあ。後ろから行くのが一番いいですね。このお部屋ね、ちょっとウイニング勢っぽいのがいたんで、最後ウィニングに注意したいですね。ウィニングもろに食らったんで、最後ビリになっちゃいますね。さっきのコースはビリでしたね。ウィニングをもろに食らったんで、ウィニング食らいやすいんですよね、自分って。弱者だからなんですけどね。弱者はウィニング食らっちゃったことなんでしょうけどね。弱者はウィニング食らってろーっていう話なんでしょうけどね。ウィニングするやつから見れば。もう防御する相手もないんだよね。弱さが出てますね、本当に。最近と被弾率がね、非常に高くなってね、まあやばい状態ですね。ここでサンダー来るかな、来ないか。あんな後ろじゃ無理か、来るわけないか。ちょい、ほんと自分の前なんかいるよね。どうだ、金キロ。ちょい、危ねえな。せっかくの金キロが。ドケンちゃん、ドケンちゃん近道したね。トリプルか。雷が来なくて、やっぱ可能性はある、可能性はある、可能性はどうだ。ちょっとまずい、まずい。そう、ほんと最後の終盤が弱いな。なんとか弱いか。最後弱いんですよね、自分って。だからなん、やっぱり最初から一番前に出れるコースがいいんですけどね。64マリサ中がいるんですよね、この部屋。では次のコースまでカットします。よし、じゃあ次のコースはグラグラ火山。まあランダムで選ばれたコースだから、まあグラチューはおそらくいないと思われますが、どうだ、いないな、これはいないですね。よし、チャイネット、だからなんで当たるねん。食らうか。ああ、もう間に合わない。下手くそだな、ほんと。ほんと下手くそだわ。ちょい。もっと、サンダーに関してもそうなんだけど、自分があれに当たれる率が異常なんですよね。ほんとさ、浮き役じゃないんだから。避けたいですよ。まあ、キノコじゃサンダー回避は無理です。まあ、無理ですね。スターが欲しかったですよね、さっきのは。状況的にスターかな。ああ、もうなんで自分から取りに行かなくて。キラ多いな。キラ多いんだよな。なんかキラ多いよ。見せぼか。もう奥でしょ。はいよ。もうほんと自分からアイテムを逃してる感じがする。よいしょ、危ねえ。言うてそんなんでもないか。よし、とりあえず後ろは潰した後、危ねえ。今危なかったな。緑か。まあ、トリプル緑ならガードには使えますからね。
お、ちょちょちょ、そういうのやめてほしいんだよね。ほんとそういうのやめてほしい。危ないね。なんで雲ばっかり出んのかな。でもそんな下がってもいないっていう。ちょっとなんでどうなってんだこれ。結局どうなってる。結局5位まで上がってる。グルーなんだろう。ジュゲームカット失敗勢が多い。もう本日3回目ですが、まあゴール前なんで OKOKOK。 もういいや。ふう、なんだかんだで4位。なんだかんだで4位でしたね。もうあんなにミスったのになぜか4位でしたね。まあ多分ジュゲームカット失敗勢が多かったせいもあったんでしょうね。まあ順、あと1ポイント足りない。惜しいな。じゃあはい、じゃあ次のコースまで、カットします。はい、じゃあ次のコースはデイジーサーキットです。サーキット系が多いな。そうでもないか。マリオサーキットとデイジーサーキットか。アイテム取りに行けないんだよな本当に。もっと前出たいですね。重量級多いな、やっぱ重量級がメイン。なんだろう、メインマシンがね、出島でね、まあ、こうやってねマリカを実況してる方がねあんま多くないから、まあ出島勢だから自分頑張んなきゃなんないんすけどね。上手い方は大体ファンキーですからね。まあ、自分もデジマ勢でそういうくらいになりたい、なりたいところですよ、いずれは。ああもうなんか、これでどうだ。よっしゃ。どこで使うか。即座マリエルか、ここで使うか。お前もか。あ、踏んじまった。ちょ、競り合い、競り合い、デカ同士の競り合いって。結局サンダーないな。おかしいな。よっしゃ。はい、じゃあ。いけるか。ちょ、空中に引っかかるって。木の位置か。どうやろうな。お？トゲ来てればな、まだ可能性はあるんですけどね。まあ、安全にってか。4位な、本当に今日は。4位率パネー。まあ、4位率パネーですね。あー、惜しいな。また2ポイント足りないっていうね。てか、2位のやつが完走してんな。じゃあ、次のコースまで、カットします。はい、じゃあ次は DCS33 砂漠ですね。あんま得意じゃないんですよね、ここは。運ゲーだから。ちょ、危ねえ。最初の最後っていうか最後のショートカットでミスる時があったんでね。はい、ちょ、ドッキン、ちょ、あ、ちょっとなんで今なんでそうなったのかが分かんないな。ほんとね、最近こういうミスが目立つんですね。ちょっと今アイテム取ったよ。でっかキノコ持ってたか。でっかキノコ持ってる子多いな。おお、危ない。ここでスターか。そしたら金キノの方がいいんだけどな。ん？何に引っかかった？危ねえな。危ねえな、もう。よいしょ。はい。で、持って、ここら辺でアイテム。トリプル違いですか？だからな。なんで4位で？なんで4位でバナナ1個なの。そっ
こが理解できんわ。2位でこれはちょっと危ないな。ちょっと2、3個ぐらいは抜かされておいた方がいいかもしれないか。いや、このまま行った方がいいか。このまま行った方がいい気もしなくもない。いい感じできた。お、これはよし、来た !1 位。はい。よかった。やっと1位取れた。ふぅ。最後3打振らなかったのがよかった。でもなんで1位あそこでミスったんだろう。よかったよかった。よし。はい。じゃあ、というわけで、次のコースまでカットします。